六代目尾上菊五郎は申すまでもなく歌舞伎劇界における近年の名人でありました。彼は父親五代目菊五郎の血を受け継ぎまして鋭い頭脳を持っていましたが、また江戸っ子的な才智のひらめきを見せた人物でした。伝統の根強い歌舞伎社会での名家の出でありましたから、当然わがままに育てられましたが、いい意味のわんぱく、すなわち意地の強さが父親の厳格な指導にくじけなかったのであります。しかもその父親は九代目市川團十郎にせがれの教育を頼みましたので、名実ともに備わった恥ずかしからぬ五代目菊五郎の後継ぎとなったのであります。少年時代のこの團十郎による稽古は彼に踊りの根本を正確につかませました。しかし團十郎の死んだ時、彼はまだ19歳の青年でしたから、まだまだ未知数でありました。これを将来の名人芸にまで発展させたのは、やはり彼自身の天性と努力とにあったと言えます。彼の踊りは一字一句、一挙手一投足を決しておろそかにしませんでした。絶えず研究的な心構えを持っておりましたので、そこに彼の芸の力がいつもつやつやしていたゆえんがあると思います。時にはすこぶる軽快な明るい色合いを見せてくれました。彼の踊りで有名なものを挙げますと、まず道成寺とか藤娘とか神室とかいう女方があります。あの肥大な肉体がかえって肉感味をそそってふっくらしたおぼこ娘をよく出しました。神室などは12歳の小娘のはずですから、初めてやった時背景との取り合わせを研究しまして、門松や羽子板などを思い切り大ぶりに作らせたりしましたが、本人はまた体のこなし、手足の動作、すべて実にあどけなく可愛く見せて成功しました。その他安名のような春景色の中に悲恋に狂うという品格を持った色気にも彼一流の舞台を出しましたし、貴賤のごとき気軽なおどけ坊主の明るい味も出しました。三番叟などは愉快に、しかも素朴に踊るものですが、神格的な厳粛な解釈を忘れぬようにしながらゲスバラのように踊り抜きました。その他能がかりの知盛とか土蜘蛛とかも傑作ですが、単に書き直し的などっちつかずでなく、人間性への接触という点で能とは違った歌舞伎の持ち味を示しました。こういう中で鏡獅子は踊りとしての難物中の難物と言われたもので、踊りそのものも手順の運びや気分表現の難しい上に非常に体力を要するもので、彼にして初めて昇華し得て身につけることができたのだと信じます。獅子の踊りはみんな能の写経から取ったものですが、その中で古く枕獅子というものがあります。形成姿で出るものですが、それを九代目團十郎が改訂しまして、大名屋敷で春の祝儀の鏡開きの場面としました。女小姓の弥生という娘が茶の湯を立てようとしているところを老女が引っ張り出す。恥ずかしがった弥生はかねてたしなみの踊りを見せる。ところがしまいになって祀ってある名作の獅子頭に手を触れた瞬間、獅子の精が乗り移ってしまう。一度引っ込んでから獅子となって現れて蝶に狂い舞うという筋です。文章は当時の革新家福地大地の作でした。明治26年のことです。これを六代目が初めて踊りましたのは大正3年で30歳そこそこの時でした。今回の映画は昭和10年、彼が51歳の年に国際文化振興会が国宝的舞踊を海外に紹介する目的で制作したものです。それで弥生の出のところが省かれていたり、踊りもところどころが身寄ように改められていたり、普通の形式とは多少違った部分がありますが、中心部分や見せ場には改作はありません。踊りの中では式の女系になってから時しも今は牡丹の花云々で、牡丹が散り落ちる形の面白さに見入るあたりが前半の見せ場であり、難しい苦しいところとされています。それから獅子頭に精がついて怖いながらにぐんぐん引かれていく形、後半の獅子になってからは重い長毛のかつらを振り出すのにもくもくと太く力強く、あたかも勇猛な獅子の動くがごとき感じを出すのは大変な精力とコツのいる技であります。こうして獅子が勇み楽しんで静まるごとくにして幕を下ろさなければなりません。今日六代目のこの鏡獅子の映画を見まして、
獅子の座にこそ突きにけれで幕が下りるのを見ますと、彼の名目を暗示したものかのように感じられるのであります。Thank you.